水湖洗浄直前ですが、サプチケが来ました。水属性の工場キャラは小粒揃いで、持っていれば使うけどわざわざサプチケで取るほどじゃないキャラが多いんですよね。ですので、今回は、その中でも優先度が特に高いキャラを紹介していきます。まずは、ゼタです。TA 発生時追撃1割を付与でき、しかも、自身も TA 確定ということで、肉集めなどの周回で重宝されており、翼ポセイドンと一緒に編成されています。さらに、アビリティも強く、2回行動や攻撃大幅アップなど、短期フルオート編成にも火力枠として採用されています。次は、エリカです。1アビで、自分以外の水キャラ1人がターン経過なしで通常攻撃を行うことができ、相性が一番いいのはフレズベルクです。黒キリンと合わせると、2回分主人公の攻撃回数が増えるので、1ターンで出せる火力を大幅に伸ばすことができ、必ずと言っていいほど編成に入ってきます。しかも、2アビも優秀で、水キャラ単体に、クリ率アップ、倍率 20%、発動率 100%、会心効果、通常攻撃用ダメ 15% を付与でき、ただでさえ火力の高いフレズベルクをさらに伸ばすことができます。ちなみに、他と被りにくい弱点追撃 20% を付与できるコルワもフレズベルクのパーツとして使われていました。一方で、最終ハーゼリーラがあまりにも強すぎて、エリカ、ルシオ、ハーゼがテンプレ編成になり、枠を奪われてしまったので、最近はあまり使われていません。その他、シャトラやクラリス、ゼタなど候補がたくさんいるので、もともと優先度はそこまで高くなかったというのもあります。次は、アンです。昨年の水湖洗浄前に最終上限解放が行われた結果、フルオート性能が大幅に向上し、200ヘルフルオートでも編成によく入っていました。特に、1アビで、防御 100% アップ、ブロック効果、非属性ダメージ 40% カットという、耐久力を大幅に上昇させるバフを雑にばらまくことができ、しかも、奥義使用時にも自動発動します。さらに、奥義発動時に、ディスペルガードを付与しつつ、ディスペルが発動するので、これも古戦場の敵と相性抜群です。現状、水属性はディスペル持ちが少ないですし、耐久力も乏しいので、アンを入れるだけでかなり安定します。また、カウンター付与時には、TA 確定&追撃 30% となるので、水着ベリアルと合わせると、肉集めなどの周回編成にも使えますし、フルオートでも安定した火力を確保できます。最後に、サプチケで交換できる召喚石として、6竜石のワムデュスと追撃石のカリュブディスは、他の属性と比べても突る価値が高いのでおすすめです。最大 HP を参照するワム斧があり、6竜石や追撃石で HP を伸ばすことができるので、結果的にそれが火力につながります。また、フレズベルク所持者の場合、ワムデュスもカリュブディスも召喚する機会が多いので、突ることでダメージが大幅に伸ばすことができます。ということで、今回は、水湖洗浄おすすめキャラについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。